はい、苦戦続きのワールド6続きを頑張りたいです。あと2面リバークロッシング、これも一筆書きかな。上にくっつく足場が2つあり、ゴールがあって、ああ、そうだそうだ、ここだね、ここの2マスを埋めんねんな。なので石を引っ張って持ってこれるような道を残してあげないといけないわけね。難しいね。またこれも何回かやってみないと見えないかな。右に1個っていう持ち方をしちゃうと、このルートだと帰れないわけだ。ここで石の入れ替えができるかっていうと、右に持っちゃった石は入れ替えはできなさそうだよね。下だったら、下もこの形だと絶対埋まってしまうからダメ。違う。しかもゴールは左に持ってけだから、左持ちしないといけないんじゃないかな。じゃあ右側のあれをどうやって持っていくのかっていうのが難しいのかな。難しいんじゃないのこれ。なんか全然できそうな感じがしないね。こういうルートだったら上から掴めば1個持ってけるんやけど、すげえ邪魔だなこの石。こういうふうに持ってくることはできるけど、持ってきて、あ、ここでこう外して左にできるのか。こういうのはできるんだけど、これも上から取れるでしょ。上から取れるものを、どっちも上から取れるんだけど2つは取れないんだよね。なんかうまいことやれるのがここしかないんだけど、は普通に押していってあげたい。初期配置こうなんだよな。普通に押す。これを。これもらったな。これはもらった。よかったよかったよかった。次。取れてる。取れてる。オービタル。右上がゴール。がいい。ゴールが右上で、そうだな。
4、4つの足場を持っていってあげたいのか。これ折っちゃう、折っちゃうもんな。折っちゃうか。そうか、これ持ってきてもここまでなんだ。右からもっとそこで終わる。あのブロックを生かすためのルートってそしたらないな。あそこにあるブロックを生かすんだったら、どう思っても落ちる、どう思っても落ちる、どう思ってもゴール前の足場に使うような使い方はできそうにない。これでそこがなってもそこに行けんもんな。1と2を だけどこれで帰り道ここの道が塞がるので、結局そこの足場にたどり着くことができなくなるから、そこに陸地ができてもダメなんでしょう。だからこれは間違い、うん、でかいのではなく、いきなりでかいのに行く。こう来て、これもう見えねえな。ああ。でかいのを横から取ることできないんだ。でかいのを横から取りに行くためにの陸地みたいなのを作る。あ、押しちゃうんだ。このぐらいは押せる。捨てても戻れない。ここでこう行くとこれがくっついてくる。なんか嫌な予感がしますね。これもゴールイメージがつかない状態だと40分かかるコースの流れになってしまうよ。3つあるオブジェクトをどういう順番で取りますかんだよな。で、まあ左右というか斜めで対称なので、もう大きいのに行くか小さいのに行くかの2通りなんだよな。最初小小大なのか、小大小なのか、大小小なのか。ゴール前で埋める以外の場所で埋める必要が出てくるのかどうかとかね。いきなり大かますのがなんか難しそうなんだよね。大をこっ力引っ張ってちゃダメだから、でかいのを右上に持っていくっていうムーブするためには、でかいのを単純に持ってくるだけだとその後の手がないのかな。
タートにも戻れないし、何かどっか引っ掛ける場所があるわけでもないし、じゃあ小さい子をどう捕まえてどこに持っていくのか、小さい子を、ここで攻撃できるないからくっつけてきつつ、あー埋まっちゃう。小さい子を拾いつつ、でっかい子を拾うだけ。ああダメか、やっぱ左から戻らんとな。でっかい子を左から拾う、でもこれで下から拾うことができてる。こう、あできた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 、よかったー、よかった。集まなくて、あこれでここは全てクリアしたことになっているかな。わーワールド6、苦しかった。ワールド6解けました。なんかどうもこのステージ最後だったらしいね。よかったよかった。まだ余裕があるでしょう。12分、キリがいいからこのぐらいでやめときますか。次はワールド7かな。ワールド7です。ここ行きます。お疲れ様でした。